6月6日、ガンガン撮ってますね、7時10分、もうちょっとですね、ファンキー近藤が鹿児島に上陸します。8時、フライトが8時、フライト着が鹿児島着がですね8時25分ということを聞いております。なのであと1時間まあぐらいですかね、1時間半ぐらいですかね、はい、1時間まあ15分、まあちょっと遅れると思うんで、まあ、その前にちょっと動画撮ってから、この動画撮ってからお迎えに行こうかなと思うんですけど、下ネタで下ネタで100万稼ぐ方法です。もうだいぶネタ尽きてきたんでこれいきますもうネタがない、もう動画撮りまくってるからね今回のシリーズで。も今回のシリーズでですね、目指せ何本だ、今20何本だから目指せ、まあ、30本は撮りますね、頑張って30本目指します。まあ、今回ね、あの安いし買っといてほしいんで、結構ガンガンあのコンテンツの方を作っていこうかなと思うんですけど、まあ、この YouTube の下にリンク貼ってますので、3日間限定でございます、999円で販売してますんで。で今回ですね、下ネタで100万稼ぐ方法なんですけど、これね、撮った理由があります。で、なんだ、ちょっとあの時間あったんで、少し時間あるじゃないですか。まあ、今あの商品の方をこう提供して、まあもうすでにね買っていただいた方いらっしゃるんですけど、まあ買っていただいた方にですねお礼動画とか作って、ちょっと一段落して、あとちょっとだなっていう、少し時間あるなってことで、最近ですね、昨日かおとといぐらいですかね、まあ直近で3日間ぐらいの間に、そのアメバ TV、 まあサイバーエージェントさんがやってるアメバ TV かな、アメバ TV、まあ、こういうアプリがあります、アメバ TV かな、はい、でここのアメバ TV でやってる、その、ま、前か前のやつで、その会社は学校じゃねえってやつが今週の土曜日最終回なんですけども、それめっちゃ良かったっていうね、あの動画を撮ったんですけど、そしたらね、視聴者の方からですね、いやめっちゃ面白いですっていう。で、あと、まあもう帰りましたけど、まあ今日まで合宿参加されてた方も、いや吉谷さんやばいっすみたいな、面白いのは、あの僕が昨日寝てる間にもう先に寝たんですね、体調悪くて、でなんか夜中見てたみたいで、なんか朝4時まで見てましたと見ちゃいましたみたいな、その会社は学校じゃねえっていう、まあそれめっちゃ面白いです、うん、まあビジネスやられてる方は見た方がいいんじゃないかなと思います。でこのアメバ TV で他になんかコンテンツあるかなと思って僕見てたんですよ、さっき。でさっき見てたら、なんとあの2018年下ネタグランプリっていうのがやってて、おなんだこれと下ネタグランプリっていうのがやってて、それが決勝、あの何かっていうと優勝賞金100万なんですね、はい、で実際に100万稼いだ人がいるわけですよ。でね、一応その有料版と無料版があって、その無料版でその優勝者のその、コンテンツが見れたんですけど、その優勝した人がですね、あんま面白くなかったですねまあ、あの結論、そのキモいというところで100万取ったのかなっていう、まあ、これね、まあ、無料と有料あるんですけど、まあ、無料の方でその優勝決定戦見れるんで、まあ、興味ある方は見ていただいて、正直ね、優勝した人は面白いというよりかはキモいで取ったかなっていう感じで、であとはまあ、なんか全体的に微妙でしたね、全体、逆に言うとこれで100万かみたいな、これで100万みたいな、サイバーエージェント結構金出してるなみたいな、多分まあバック、まあね、サイバーエージェントが金出してると思うんですけど、結構金出すなみたいな、結構ねレベル的にそんな高くないんじゃないかなっていうところで、でこっから何が伝えたいのかっていうと、これですね、僕これこの企画ですね、この下ネタのグランプリっていう企画で、まあそのコンテンツ内容はほぼ下ネタなんですけども、これね、もう本当に僕ね、アメバ TV やばいと思いました。この企画を、まあ、あの下ネタグランプリっていう企画を僕は見て、あ、これアメバ TV やべえなと思ったのは、要はあのテレビ番組でできないことができやってるんですね、ガンガン。テレビ番組もテレビもう本当にオワコンだなと思いました。もうね、テレビ番組できないことやってるんですよ。だから下ネタグランプリガンガン下ネタ言ってるんですよ。これ絶対テレビでは無理ですね、普通の民放で絶対できないことですね、これをやっちゃってるんですよね。で
これからやっぱまあ、今回ねコンテンツマーケティングっていうのは話をしてますけど、セミナー売ってるんですけど、やっぱその、まあ、企業さんもねそのコンテンツビジネスですよね、動画のプラットフォームに入ってきてそのコンテンツですよねを作って、しかもそのコンテンツがテレビで放映できないものをコンテンツ化してると、もうこれ絶対まあ本当にねちょっと僕も、まあ、テレビがないんでこのアメバ TV のそのね、アメバ TV をちょっと見ていいのをシェアしていこうかなと思います、うん、でまあこの動画から伝えたいことっていうのは要は、まあ、今回ねそのお笑い芸人になれって言ってるわけじゃないですけれども、要は何でもコンテンツになるってことを僕は言いたいだけなんだよ。何でもコンテンツになるってね、例えば、これですね、前24時間ライブですかね、なんか24時間ライブをケンちゃんとやった時に、まあ、ツイキャスとかで、まあ、そのそうそう、なんかプレステ2とかプレステ4か、プレステ4とか、まあ、テレビとか僕40万ぐらい払ったんですよ。でそのプレゼントありますみたいな、クリスマス時期にやったかな。で24時間ライブやった時にそのプレゼント企画で、まあ結構な方参加していただいて、僕も40万ぐらい賞金払ったんですけど、今大型テレビ、あとプレステはチョコさんかな、まあトータル40万ぐらい払いましたね。で、その中で僕もその下ネタの話をしたところ、まあめちゃめちゃ盛り上がったっていうね、めちゃめちゃ盛り上がったっていう、まあこれね、まあ僕のまあ、武勇伝の一つなんですけども、まあ、大阪にですね、大阪に富田新地かな、富田新地っていう大人のディズニーランドがあるんですよ。大人のディズニーランドで、大人のディズニーランド行きました。で紹介されて、すげえとこちょっと連れてってやると、あマジっすかと、はいみたいな感じで連れてってもらったんですよ。でそして、まあ、車で行ったんですけど、車でちょっとぐるぐる回ってたんですけど、まあ、そこの富田新地っていうところはですね、富田新地っていうの、その富田、うん、そこは女性がね、なんか知らないですけど座ってるんですね。もうこれはなぜかわからないですけど座ってるんですよ、こう待ってるんですね。でまあその女性がまあ待ってる、恋をしたくて待ってて、まあ男性来ないかなっていう恋がしたいんですね。で恋を待ってるわけですよ。で僕はですね、あこの女性と恋がしたいなっていうことで、まあ、タイプの女性がいましたので、まあ、コンコンみたいな感じで、すいませんと、恋したいんですみたいな感じで、まあ上の方に登っていくわけですよ。で登ってって、料金がですね、なんかお金かかるんですよね、恋するのにも大変ですね。やっぱデート代金かかりますから、まあ、僕が、プラン 1万5000円だったかな、その最安値プランっていうのがあるんですよ。でこれが多分確かすみません2年か3年前の話なんで、1万いくらかで、まあ、15分プランっていうのがあるんですね。これ一番多分最安値プランがあるんですよ。15分で恋を完結しろっていうね、なんともデンジャラスなコースなんですね、うん、15分で恋を完結しないといけないっていうね。で僕はですね、その恋焦がれまして、その女性の方とですね、恋をするわけですね。で15分なんですよね。でそのまあいきなりですよ。で僕もちょっとびっくりしたんですけど、いきなりなんですね。いや15分やから、まあ、なんか準備とかないですよ。いきなりなんですね。おいきなりかと、あなるほどみたいな、そういうことなんだみたいな、僕も人生初の体験だったんで、あなるほどね、そういうことなんだみたいな。でまあそのいきなりこう始まるわけですよ。その恋の合戦が、恋合戦が始まるわけですね。恋合戦が始まりまして、まあ、僕もちょっと緊張してるわけですよ。初めてなんで、いきなりかと、いきなり恋合戦、なかなかファンキーだなっていうことで、もう緊張してまして、ああみたいな。で、なんか気がついたらですね、ふっと気がついたら、そう夢から覚めたら気がついたら、ピピピピってなるわけですよ。ピピピピピみたいな。お客様と、お客様、まあいいや、お客様みたいな、時間がみたいな、あ、すいませんみたいな。で僕はですね、
まあお金ちょっと かかってますので、ちょっと元は取らんとあかんっていうことで、これねちょっと一生懸命恋合戦をするわけですよ、一生懸命。でそこがですね、畳だったんですね、畳、うん、畳の上で恋合戦をしてたんですけども、まあピー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 になってるわけですよね、ピー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 、で、まあ、そうなっちゃったねみたいな、もう恋終わっちゃうねみたいな、そうやねみたいな、僕はね頑張るわけですよ、めちゃくちゃあの無心になるんですよ、そこからもう虫かわかんない、無心になるわけですよ。でブワーって なんかですね、あの なぜかわからないですよ、なぜかわからないんですけども、なぜかわからないんですけど、あの下半身がもう高速で動くわけですよ、これはなぜかわからない、これなぜかわからないですけど下半身がですね高速に動くわけですよ。でまあ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 あのうーんピピピピピピピューンみたいな感じで、まあ、僕はですね事なきを得てですね、無事に行くわけなんですけど、でそれが終わって、お疲れ様みたいになるわけなんですが、恋合戦お疲れ様みたいになるわけなんですけど、あれお客様と血が出てますよと、血みたいな。で僕はですねふとあのここの膝をですね見たんですね。で膝が見たらあの大量の流血をしてました。めちゃくちゃ流血してるんですよ、めちゃくちゃ、いやこれ本当にめっちゃ流血してたんですね。で僕本当に気がつかなくて、でだめっちゃなんか大丈夫みたいな、いや僕もびっくりして、めっちゃ出てるんですよ、ブワーって、じゃあブワーってこう垂れてるんですよ、普通垂れます、血が、血垂れないじゃないですか、垂れてるんですね、マジでみたいな。で僕はですねその恋合戦が終わりまして、その後ですね、まあ、もうバーって張って、このですあの恋合戦が冷めた後めちゃくちゃヒリヒリしてめちゃくちゃ痛かったんですけど、そんな話でございますそんな話なんですけど、いやあれはねちょびっくりしましたね、あの流血事件、まあ、この流血事件はですね、まあ、そのライブ放送で話したところ、まあ、バカ受けしまして、結構受けていただきまして、まあ、いいコンテンツになったんじゃないかなと思います。はい、で今回もこの話をねシェアさせていただきましたけど、知ってる方は知ってるかもしれないですけどね、僕の流血事件、はい、まあ、何が言いたいんだよって話なんですけど、まあ、何でもいいわけですよコンテンツっていうのは。もちろん僕はですね商品売ってますけれども、例えば、まあ、YouTuber に慣れてる言ってるわけじゃないんですけども、その面白いコンテンツ、例えばこれブログにも出てくるんですけど、まあ、その富田新地で検索すると富田新地をまとめてるブログが出てくるわけですよ。でそこでアクセスを持ってきて、その富田新地 そのレポートみたいなのを書いて、そこでアクセスを集めて広告収入を得てる人もいるわけですよ。だからそのやることっていうのは、もうこの2つしかないんです。コンテンツビジネス、コンテンツビジネスでやることは2つしかなくて、まず、まあ、メディアですね。メディアがあるじゃないですか。メディアで、ここのメディアで、まあブログなのか、まあ、YouTube なのか、まあ、Facebook でもいけないことはないけど、まあ、ブログか YouTube がどちらかがいいと思いますけれども、まあ、ここでそのコンテンツ、はい、コンテンツ記事だったり、まあ、動画だったら動画ですね、っていうのを作ってアクセスを集めます。例えばブログだったらここに、まあ、広告を貼るとか、ね、あとは YouTube の場合は、そのアドセンスありますので、YouTube の、広告収入を得ると。だからここだけで、集客、コンテンツを使って集客してでマネタイズするっていうことができるんですね。で僕がやってる方法としては、ここのメディアを集客として使って、まあ、集客とか信頼関係の構築だったりとか、まあ、いろんな要素があるんですけど、まあ、使ってここの外部ですね、外に持ってって外部、まあ、今回セールスレターありますけども、レターに持ってって販売ですね。まあ、これを、まあ、今は直でレターに誘導して販売をしていますけれども、これをまあ LINE に持っていくとかね、あとはメルマガに持っていくとか、でここで、まあ、アフリエイトするのか、コンテンツ販売するのかっていうところなんですね。で結局一番肝になってくるっていうのがこのコンテンツなんですよ。コンテンツ、まあインターネットビジネスでお金稼ぎたいんだったらこのコンテンツが作れないといけないですよ。
コンテンツね。じゃあそのコンテンツどうやって作るんですか。よくね、私作れませんとかいろいろあると思うんですけど、まあそれはですね、まあ僕の方にも書いてあります、はい、僕の方にも書いてあります、コンテンツの作り方ね、書いてありますし、毎回前の動画でも言ってると思います。なんで、まあ、この動画ではですね、コンテンツの作り方に関しては割愛させていただく。パソコン教室ですね、パソコン教室っていう、動画、何話だっけな、パソコン教室、21話、21話のパソコン教室というタイトルで僕が動画作ってます。でそこでコンテンツの概念だったりとか、コンテンツの作り方っていうのを話してるので、まあ、コンテンツよくわかんない、作り方作れないっていう方は21話ですね、21話のパソコン教室を開きましたっていう21話を見てください。じゃあコンテンツがそれできるようになった、じゃあこの後、じゃあコンテンツを作って集客できるようになりました、じゃあその後どういうふうに販売戦略していくのかっていうところですよね。でそこを今回メインで話しています。要は売上が直で上がるところですよね。売上が直で上がるところ、売上をどう上げていけばいいのかっていうところをかなり深く話しています。で僕は10年以上やってきた、まあダイレクトレス、まあ勉強されてる方は分かるかもしれないですけど、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのをずっとやってます。10年以上ですね。で今現行でやってるやり方があります。でこれをプラスミックスさせて一番いいところっていうのを今回お話ししてます、セミナーで。なんで、まあ、ネットで、まあ、売り上げを上げたいという場合はもう必ず見といた方がいいんじゃないかなと思います。どんな形でもコンテンツは必要ですから、ね、どんな形でもコンテンツは必要なので、そのコンテンツを使ってどうやって売り上げを作っていくのかっていうのは知っといた方がいいですから。わかります。であとはね、まあ、買わない人もいてると思います、ね、僕何回も動画撮っても絶対買わないや、へーまたこいつなんか言ってるよバットみたいなね、そういう人も多いと思いますけれども、なんでじゃあ僕が商品売れるのかって話じゃないですか。僕びっくりしたんですけど、まあ、今回も、何も告知せず本当は夕方に販売しますよってことを言ってたんですけど、もう時間あったんでお昼ぐらいに動画1本公開したんですよね。で動画1本公開した瞬間に決済ありました、はい、秒速大野さんですね、秒速大野さん決済いただきました。で今回も、リピート率がもう、多分ね、今現代でリピート率が多分 90% ぐらいですかね。リピート率 90%、 新規の方は1人かな、うん、リピート率多分 90% ですね。だから何か商品出すと買っていただける方がいらっしゃるんですよ。じゃあなんで僕がこうリピート率をこう誇ってるのかって話ですよね。まあ、買わない人は一生買わないと思うんで別にいいんですけども、なんでリピート率は誇ってるの、じゃあどうやって裏で僕が戦略を、どういう考え方でどういう戦略を持って、じゃあそれを構築してるのかっていうところ、裏の部分ですね。表の部分はドモーってやってるじゃないですかね、ドモーってやってますよね。この裏の部分ですね、僕はどういう考え方でこれメディアを作ってるのかっていう裏のところをセミナーでしっかりと話しました。だからその裏の部分を知りたい、別に表だけでもいいんですよ、ドモーっていう表のとこだけ見ていただいてもいいんですけど、その裏には何の戦略があるのかっていうところを知りたいんであるならば、まあ、今回ですね999円で販売してますんで、まあ、今回訳ありですから、セミナー映像に関してはちょっと雑音入ってます、 OK ですかね、ちょっと雑音入ってます、だから安くしてますけれども、僕の音声はちゃんと取れてるので、まあ、少し雑音は少し拾っちゃってるのはちょっと申し訳ないですけども、その代わりお値段が999円でかなりお手頃で販売してますんで、なんだ、ネットで売り上げ作りたいという場合は見といてください。で今日なんですけど、ちょっとすいません、年取るとですねカピカピになるんですね、年取るとねカピカピになるんですよ。で今日なんですけど、なんか立て続けに2つ報告いただきまして、まあこれは塾生さんなんですけども、結果報告ですね、結果報告、そう、今日ね2ついただきましたね。21歳の大学生ですね、21歳の大学生、まあ僕のドリアカに入って、で1ヶ月半で、今日2人からねいただいたんですけども、僕塾運営してます、ドリームアカデミアっていう、
で、その塾に入って1ヶ月半ですね。1ヶ月半。1ヶ月半で、74万4000円、売り上げが出ましたっていう方、と、あとは、ドリアカに入って、2ヶ月目、ドリアカに入って2ヶ月、2ヶ月で、148万5000円ですね。148万、5000円。これね、2人来ましたね。はい、1ヶ月で74万、売上が上がりましたと。1ヶ月半か。で、2ヶ月目で148万上がりましたっていう報告いただきましたけど、まあこれもなんでこういう売上が上がったのかっていうと、まあドリアカでもすごく詳しく教えてますけど、まあコンテンツ販売、戦略の部分を、教えてます。で、それをまあ素直に実践していただいた結果、こういう結果を出してます。はい、で、この方は、どれだけ頑張っても最高50万、月ベースで50万までしか行ってないっていうことなんですけど、74万上がりましたっていう、先月かな、すいません、はい、まあ、いろいろ実践して先月セールスしたのかな、はい、まあ、こんな感じで結果出てますと。で、別にあのドリームアカデミア入っていただけるんだったら入ってほしいんですけど、30万、うん、なんで30万以上するんで、13万、今プランが2つあって、3万かける12回で36万で、一括払いは割引、一括割で29万8000円です。つまり30万なんですよ。で、30万払うんだったら別にそっち入ってもらってもいいんですけど、30万払いませんと。吉田さん高いだろそれって、どうせぼったくりでしょっていう、だったらまず999円の商品の中身見ていただいて、実際に僕が有料でどんなことを言ってるのかっていうのを見ていただければなと思います。別に999円を詐欺ろうと思ってませんし、あのちゃんと映像をお届けしますんで、で買っていただいた方に全員僕動画撮ってますし、はい、あの届けないってことはまずないですし、その内容もセミナーの映像コンテンツです。まあ、そんな感じですね、はい、なんでもしドリームアカデミア、高くて入れませんっていう方は、今回の、セミナー映像は必ず 見といた方がいいんじゃないかなと。興味ある方はね、はい、999円ですから。で、この YouTube の下に、リンク貼っときますのでご確認ください。あれ、お申し込みまたあったな。あ、お申し込み今すみません入りましたね。あ、ナミさんだ、ありがとうございます。19時32分決済ですね、はい、今だ すごいというかね、今僕動画撮ってるじゃないですか。7時33分で今ですね、ペーパルの決済入ったんですけど、19時32分だ、1分前に、決済の方していただいてますね。ありがとうございます。だから、そのあとはそのインターネットってあのこういうことができるんですよ。要は今僕は現行でこう動画撮ってるじゃないですかね、動画撮ってますよね。だけど売り上げ上がってるんですよ。いや、わかります。だから時間軸っていうのを変えることができるんです。今僕ステップメールとか作ってないですけども、まあ、ステップメール作ればステップメールで自動で売れる仕組みも作れるし、で、まあ僕みたいなやり方でやっても今インターネット上でセールされてるわけじゃないですか。僕の動画が何個かアップロードされてるわけですから。だからそれを見て買っていただける方いらっしゃいますし、さっき17時ぐらいに LINE アット流したんですけど、まあそれをまあ今見た人はまあ買っていただいてるのかもしれないですし、まあ見てるかもしれないしね。だから時間軸っていうのを変えられるのはネットなんで、普通だったらそう、なんかの例えば仕事だったらこの仕事をやったことに対しての対価じゃないですか。今僕はこの動画を撮ってるんですよ。この動画を撮ってます。他にやってないです。でも他にやってないけど売り上げ上がるんですね。これがインターネットのいいとこです。で、これはリアルだとなかなか難しいんじゃないかなと思います。で、これがね、本当できるんでネット神かなと思いますけどね、はい、では、今日はですね、ファンキー今度今日ね、あ、ハイボールできるかな。頑張りますよ、ハイボール研究所、うん、ハイボール研究所頑張ります、はい、まあもう体調悪かったらすぐ寝ますけどね、はい、ハイボール研究所もあのファンキー今度来ますから、はい、こうギターこうちょっとカピカピですね。
今からちょっと迎えに行ってきますんで、ではまたお会いしましょう。あと YouTube の下にリンク貼っておきますのでご確認ください。ありがとうございました。